さん勝間さんいるじゃないですか勝間さんがしつこいちょっと勝間さんの動画のタイトルパクりますけどしつこいんだっけないい意味でのしつこい勝間、はい、いい意味でしつこさは正義成功や目標の達成のためにはしつこさは欠かせませんっていう動画をね19時,、まあ、19時間前にアップしてます このまままちちょょょっっとと良い意味でのしししつこさは正義をあ先ほど言った通りなんり久保さんも言ってましたけど、まあ、あまりしつこくやると嫌われるっていうこともありますけどまあだからその良い意味ですよねいい意味でのあしつこさっていうのはいいんじゃないかなっていうところですね、うん、まあ億万長者合宿ね、あのー、これ久保さんとしつこくやってますけど 多分ね、誰にも迷惑かけてないと思うんですよ。もうそもそも見る見ない自由ですからね。見る見ない自由なんで。ね、例えば、久保さんと僕が二人してね、二人して、なんかあなたのポストにね、毎日 DM ね、手紙をね、億万長者合宿見てください。億万長者合宿見てくださいっていうハガキをね、ポストに入れてるんだったら、それはちょっとね、もう4000通ぐらいね、4000通ぐらいポストにぶち込むんだったらそれは迷惑ですけど、別に YouTube なんか見る見ない自由じゃないですか。クリックしなきゃいいんで。 だけど、これをやることによって、見た人が何かを感じて、何か行動を促して、何か人生変わるっていうことが起こる可能性ありますよね、しつこくやってたら。おくま長者合宿まだやってんの ?10 年前もこれやってなかったみたいな。こいつらまだやってんのかみたいなね。まあ、そうなるようにやりますけどね。これまだリレーやってたんだ、みたいなね。えみたいな。って思わせたいですね。い <laughs> ってらっしゃい。